里崎チャンネルジョッ、こんにちは。さあ今日は、はい、どこの球団行きましょう。今日はね、オリックスです。お、パリーグから。でもね、オリックス、はい、最近今年でもう1、2を争うぐらいの嬉しい出来事がありました。はい、オリックスで。はい、え、佐藤さんが、うん、嬉しい、うん、今年で1、2を争うぐらい嬉しい、はい、へえ。誰かになんかファンですとか言われたんですか。あ、そういうじゃない。浜田さん、はい、もうそれ日常さんあんちゃんでそんなもう、そうですね、1、2を争うぐらい嬉しいわけじゃないですね、はい、佐藤さんに憧れてプロ野球選手を目指しましたとか言われたとか誰か。まあまあまあ流れ的には近いですね。お、流れ的には、はい、なんと、はい、先日のオンラインイベントで、はい、オリックスの今や日本のエース、はい、山本由伸投手が、はい、バッテリーを組んでみたいキャッチャー佐々木さんかなって言ってました。やばくないですか。やっぱ嬉しいもんなんですね。 それはやっぱ嬉しいですね、はい、うん、だからなんかそのオンラインイベントだったんですよね、はい、そのあのオリックスの YouTube の方で、うん、なんか山本選手 の、 そのなんかオンラインイベントみたいなのをやってて、はい、でそれを見た時に、うん、そのファンの人が、はい、あのバッテリーを組んでみたいキャッチャーの方いますかみたいな質問だったんですよ、はい、そしたらオールスターとか、うん、あとは日本代表とかで、まあ、結構もう組んでみたいなと思ってた、まあ、森選手とか、うん、まあ、組んだんでみたいな、うん、だからこれって言ってもういないですね、はい、みたいな、うん、でまあでもあとそしたら OB の方とかになりますけど佐々木さんとか組んでみたいですねって言ってて。それ理由言ってたんですかね。理由は言ってないですよ。言ってないですか。聞きたかったなそこ突っ込んで聞いてほしかったっすね。なんでですかって聞いてほしかったですね。でも組んでみたいらしいです。いや、よかったですね。俺も組んでみたいよ、はい、いやでも怖いよ高川さん、はい、山本投手は大丈夫っす、はい、あ、そっか、あのできないやつに言うだけだから、はい、そっかそっか、あの多分できてるから言うことないよ、はい、フォアボール出すんじゃねえよらーって言わないと出さないもん。そうですねで言ったところに全球種すっごい球投げてくるんですよ、はい、俺、はい、毎年、うん、もし山本投手とバッテリー組めるんだったら、はい、俺毎年最優秀バッテリー賞取れる自信ある、はい、お5年連続ぐらいで。いやでもそう思ったらいいですね、組めるキャッチャー。めっちゃいいよ、ほんと。だってもう絶対的じゃん、うん、俺もそういう人欲しかったね、はい、いい投手いっぱいいたじゃないですか、ロッテ。いや、あのね、はい、ロッテはスターの、うん、スターの選手はいっぱいいた、はい、スーパースターはいなかったんだよね。おー、だからまあスーパー、俺の定義ね、はい、スーパースターっていうのは、はい、タイトルに必ず絡む、うんうん、もしくはタイトル予想で必ず名前が出る選手が俺はスーパースターだと思ってる、はい、スターはいたの。あ、10勝する、あ、10勝はないはいはい、15勝以上、うん、みたいな、うん、タイトル、うん、みたいなっていうのを毎年名を連ねる人がいないの、ロッテは。俺山本由伸とバッテリーって本当5年連続はバッテリー賞を自信ある、うん、もう必死にならずに楽しみながら、うん、そう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 、いい球だなって思いながら、うん、でも逆に完璧すぎて必死さが出るかもわかんないね、はい、やばい、負けたら俺のせいみたいなそっちでそっちのプレッシャーあるかもかんない。あ、そうかもしれないですね。でもね、うん、あのスーパースターのプレッシャーが一つ、めっちゃプレッシャーある、はい、それ何かっていうと、うん、絶対勝たなきゃいけないっていう。あ、スーパースターっていうののピッチャー、だからマー君とかもそうじゃん、うん、でダルビッシュとか松坂とかね、はい、俺らの時代だったら、今だったら山本由伸もそうだし、あの中日だと大野ね、うん、で菅野とかもそうだし、はい、で、あのあれソフトバンクだと千賀とか、はい、やっぱエースクラスのスーパーがつく、うん、タイトル取れる人たちっていうのは、うん、やっぱり絶対勝てなきゃいけないから、うん、負けたらやばいじゃん。だからその絶対勝てなきゃいけないプレッシャーは多分高いと思うね。だ24連勝したマー君と組んでた島選手とか相当プレッシャーだったでしょうね、うん、だから早く負けてくれと思ってたと思うそうかもしれないですねその方が気が楽ですよねそうそうそう一回ぐらい負けてくれみたいな、うわもう20いっちゃったよみたいな。あとでも野手もプレッシャーなんだよ。そうですよね、エラーできないじゃん、うん、エラーでも防御率は下がるけど、はい、上がらないけど、うん、結局は負けるじゃんね、はい、で野手もプレッシャーあるんだよ。そうですね、全員が打たなきゃいけないし、うん、はい、そういったところねプレッシャーあるんですけど、うん、いやいや俺も組みたかったなっていうね、最近の嬉しいニュースです。はい、よかったですね、はいはい、ということで、はい、今日オリックス、はい、では昨年のドラゴンズの通信簿というところで、はい、昨年はピッチャー3人で野手が2人というところで、うん、まあ、1位はね宮城投手、はい、先週
先発、うん、しましたけども、はい、2軍では12試合で5勝2敗 3.02、うん、おーまあいいんじゃない、ねうん、しっかり12試合とローテーション守って投げてるし、はい、あの防御率も 3.02 高卒1年目って考えたら、うん、2軍ではいい感じ、はい、1軍でも1試合で、まあ、勝敗つかなかった失点2で5回で5回2失点でしたね、うん、っていうところで、はい、あのまあ、見た感じで言うと、まあ、ストレートも角度あっていい球投げてるし、まあ、スローカーブなんて、うん、あのオリックスの元ね星野さんばりのプロンっていうスローカーブだってスライダーっていうね、はい、この3球種は、まあ、いい感じなんですけど、はい、チェンジアップが抜けはめっちゃいいんですよ、うん、はい、決まったらめっちゃいいんですけどやっぱ安定感が足りないんで、うん、やっぱこの動画でも出しましたけどやっぱ左投手はチェンジアップ、ツーシーム、フォークを自在に操れないと、うん、どれが1球種でいいんで、はい、まあ、それがね先発ローテーションを守っていく一番の課題なんで、だそこが若干薄いんで、はい、でも1年目って考えたらいいです、はい、結果だって奥川よりも佐々木よりも、はい、1軍登板よ、うん、宮城君もう12試合投げてるんだよ。そうですね、で1軍で登板ね、で5勝で、はい、でだからしっかり5イニング以上投げてるってことですよね、うん、でその考えたら高卒で一番じゃん、1年目で考えたら。そうですね、ピッチャーだけで言うと、はい、うん、そのだそう考えると、うん、だから奥川よりも佐々木よりもだからオリックスは石川外して川野君行って、で宮城君、だから2つ外してんだよね、はい、だからの中日のね、取られて石川君外して、日本ハムの川野君外して、宮城君行ってんだけど、はい、結果的にいい感じになるんじゃない？いや、そうですね、うん、だって伸びしろとか課題が今、そう目に見えてるわけですから、だからチェンジアップをね、もうちょっと制球力上げたいね、ストライクボールを投げ分けれたら、うん、はい、もうかなり良くなっていくっていうところの初登板、はい、メータスね、来年は先発ローテーション入れるかもしれないですね、うん、そうですね、うん、で次、2位がね紅林選手、はい、さっき昨日中日で言った紅林選手と違うんだよね、あの、うん、つながりはないんだよね、はい、この方多分静岡なんで違いますね、うん、多いのかな、何あ紅林ですか、うん、はい、あどうなんだろう、でも静岡に私の同級生でも紅林っていた、この前は栗林です、あ、栗林全然違うじゃんリとレが違う、違いますね、はい、あ全然関係なかったです、響き似てますけどね、はい、はい、あの意味もない話ですいません、はい、こちら紅林選手、はい、紅林選手、はい、高いポテンシャルを秘めた大型ショート、うん、長身ながら俊敏性が光る守備が魅力で、はい、高校は通算40本、うん、長打力も兼ね備えるっていうね、2軍で74試合63安打1本塁打19打点盗塁0とスピード感がないですね、でもまあ、はい、1年目だからこんなもんだね、まあ、でも74試合出て、うん、そう試合出てるっていうところでね、まあ、ここからしっかりあの作っていけるっていうところはね、まあ、いいんじゃないのかっていうね、はい、で3位が村西投手ね、うん、まあ、1軍でもちょこちょこ投げてましたけども、うん、まあ、4試合登板で0勝1敗9防御率9点、うん、2軍では8試合2勝1敗 3.63 と、はい、まあまあぼちぼちかな、うん、まあでも近代から3クォーターながら最速152キロ誇る直球が武器の変則は、まあまあこっからだね、そうですね、うん、そんな、まあ、うん、言い方悪いけど、1年目ね、うん、だけ、うん、良くもなければ悪くもない、はい、だからまだ判断はね、全然できないですよね、そうそうそう、大体だって俺もさ、こんな企画誰もやってないからさ、はい、表現難しいわけ、はい、見たこともなければ、はい、聞いたこともないのね、うん、この企画をやってんの、はい、そうですね、だからあの良くもなければ悪くもないとか、はい、言いにくいけど、言うしかないじゃんね、まあだからこの後ものすごい成長する可能性もあるし、そうそう、1年目だけだから、はい、何回も言うけど、はい、あのだから初めて見に来た人は、はい、最初から見てほしいですね、この流れ毎回言えないじゃん、はい、あもう去年の動画から全部見ていただいてなんでこれをやってるかっていう、すぐどうせすぐ終わるんですよ、はい、あとね通勤時間の合間に見るとか、はい、ちょっとした休憩に見るとか見れるんでね、はい、ぜひ見てもらいたいです、うん、流れで見ると100倍楽しんで、はい、はい、で次マイ投手一軍は出場していないと、そうですね、はい、でも津田学園から長い手足を大きく使ったフォームが特徴、はい、うん、本格腕ですね、でも2軍で11試合で 1.29 で防御防御率いいですね、これだから中継ぎかな、うん、0勝0敗だから、あそうですね、中継ぎでもいいね、はい、投げてるところは、はい、残念ながら見たことないですけど、うん、はい、もう見てないんで数字上で全部語ってます、はい、はい、いやでも2軍で1点台ってことはもう最後のもしかしたら上がってきて1軍で投げるかもしれない、うん、ある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 、今後だから、あ、袴さん今すごいいいこと言ったんですね、はい、まだこれ幸いにも
いつもだとシーズン終わってからするじゃないですか、はい、シーズン中じゃないですか、うん、で、まあ、言いにくいですけどオリックスはもう消化ゲームなんで、はい、上がってくるかも分かんないね、はい、前投手がなんか一軍で試すというか投げさせそうですよ ね、 ねそういうの見るとこれを見てからあって気づいてくれたと思うんですよ、うん、ああっていうね、はい、分かるんでぜひね応援してあげてほしいですね。私もあの前くんだって、そう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 、しかも名前も分かりやすいしね、はい、前っていうね、前ってなんか何でしたっけこのギャグ、どうですか今の初めて聞いたっすけどあれなんかそんなギャグなんか芸人さんなかったっけ、前ってなかった、いや初めて聞いたっすね、まさか忘れてください、いやすいません今のリピートしますわかんない、あるかもわかんないじゃん、だからコメント欄で聞いてください、あの前っていうギャグをお持ちの芸人さんを知ってる方はコメント欄で教えてください、はい、お願いします、はい、そしたらね URL とか貼ってくれてるじゃないですか、そうですね、はい、それなかったら私の妄想ですかそうですね、はい、はい、さあ続いて、はい、5位が勝又選手、はい、国際武道から1軍で一応3試合、あ、そうですね、2軍では38試合2割2厘、うん、ちょっと打撃が寂しいですね。そうですね、うん、6月に3試合1軍では出ていて、そうですね、まあ、今年まだね内野手はあの太田選手だったりとか、はい、2年目か、うん、あのホームラン豪快に打ったりとか、お父さんバッティングピッチャーのね、はい、あとはあの大下選手育成からっていうところもね、っていうところではだって大下選手育成6位ですからね、白鵬大学から、そうか、でここからなんとオリックスはですね8人育成枠を取っています。8人、育成1位がね佐藤選手、はい、横浜隼人から4試合2敗 17.55 防御率、はい、で谷中選手が出場なしで、中田選手が18試合で2敗3セーブ5点防御率、うん、で平野選手が7試合で1安打0割9分1厘、鶴見選手出場なしで、大下選手は2軍で58試合39安打2本塁打21打点で、1軍でおっと打率下げてるね、1割9分7厘、最初出だしは良かったですけどね、はい、これがね壁よ1軍と、あーそうなんですね、続けてやるのが難しいわけ、うん、で続いて佐藤選手が2割5分5厘、はい、14安打4打点、うん、で松山選手が18試合1勝1セーブ 5.29 と、はい、うん、そうですね、まあ、でも皆さんはこれからっていう感じ、まあまあそうですね、全体的に見るとですね、はい、オリックスのドラフト評価、はい、Bランクです。おこれなんでかっていうと、はい、もう明らかに高卒が多いんで、うん、まあ、宮城選手、紅林で前、はい、で育成っていうところで、まあ、試合下でいうと大卒で2人なんで、はい、まあ、いわば今年どうにかっていう感じじゃなかったですね。そうですね、うん、で昨年のドラフトの、ね、評価でも言いましたけど、うん、だからそのオリックスはそのチーム内でこのドラフトでどうにかしなきゃいけないと思ってないんじゃないのみたいな、はい、まあ、戦力あるって思ってんじゃないのっていうドラフト戦略に見えましたけども、はい、まあ、戦力的にはダメだったっていうね、チーム上ねダメだった、だって6位だもん今の現時点で、はい、そうですね、だからこのオリックスのドラフトっていうのは将来性を取ったドラフトだったと思うんですよ、ね、はい、だからまあいわばもうそういうドラフトは B なんですよ、はい、悪いわけでもないしいいわけでもないから、この1年で関したらどっちにとっても、まあまあそのだから良くも悪け、うん、良くもなければ悪くもないっていうところで、うん、まあ、でも高卒が多いからいい方に行くのじゃないじゃん1年間でね、はい、だから B っていうところですけど、チーム的にはね、うん、まあ、今の戦力で大丈夫だよっていうところで、まあ、このドラフトだったと思うんですけど、はい、まあ、大丈夫じゃなかったっていうね、そうですね、結果ね、まあ、今の結果だと、はい、その時ね西村監督、はい、縁あってみんな獲得できた、みんなを獲得できた、うん、育成8人球団の方針どうやってしっかり育てていくか、フロント現場が一つになっていかないといけないっていうところでね、まあ、一つになりきれなかったっていうところがね今年のはい、はい、いや書いてんの、俺は言ってないよ、はい、そうですねあのでもこっちは一つになろうっていう意見、うん、なっていかないといけない、いけない、あ、だ要はなってなかったんだよね、だからなってない、なっていかなくちゃいけないっていう、はい、っていうところで、まあ、そっかで、はい、まあ、ならなかったっていうねいや 俺じゃないよ、書いてんだもん、まあ、事実に基づいてコメントしてるだけであって、はい、そうですね、そうそう、はい、俺が勝手に言ってるわけじゃないからね、はい、わかりましたっていうね、はい、だから B です、わかりました、でもまあ宮城君とかもね、うん、ちょっと来年以降ね、あと毎年ちょっと今年ね見たいですね、一軍で、そうですね、
いや、なんか未来はでも明るい感じのドラフトですね。でもこの動画がね、はい、あの前回の広島の宇草選手も、うん、あの撮影してから出てたっていうのもあるんで、はい、出てるかも分かんない、はい、そうですね。あくまで10月12日時点っていうことですからね。そうそうそう、はい、はい、さあということで今年のドラフト戦略っていうところで考えると、まあ、オリックスはですね、はい、得点が375と、うん、パ・リーグ最下位で失点が410、うん、1、2、3位でホームラン数が73で最下位、うん、で盗塁78は1位、おで打率が2割5分1厘が3位、うん、で防御率が 4.03 で4位でエラーが49の3位、うん、っていうところで考えると、はい、まあ、得点が少ないですね、うん、明らかに。だからチーム打率が2割5分1厘といわば3位なわけでしょ、はい、だチーム打率高くて盗塁してんのに得点が少ないってもう点の取り方が下手くそなんだよね、うん、だから言えば打線がつながってないというか、そうそうそう、とかもう作戦がうまくいってないとか、うん、っていうところが多分低さなんだよね。またホームランも一番少ないのでそこで手を返せてないんですかね。うん、そうだね。だからやっぱりね、吉田正尚頼みっていうところがね、うん、やっぱ否めないと思うの、はい、あのオリックスに至っては、うん、でピッチャーなんて、はい、あの、まあ、山岡がね開幕2戦目で怪我して、うん、ちょっと長期いなくなったっていうところは痛かったですけど、はい、山本8勝3敗でしょ、うん、山岡が、まあ、9試合で2勝4敗でも防御率 2.76 だから援護点なくて負けてるっていうところもあって、うん、で、田島が規定投球回確か行くのかな、はい、で16試合で4勝4敗だから田島、山岡、山本いるんよ、うん、そんなチームないわけさ。そうですねなんか若いエースがいるっていいですね。しかも3枚、右左で3枚もいるんだよ、はい、なんで3回やって話なのほんと、はい、どうやったら逆にそれで3回になる、うん、再開になるんやっていう。そうですね。でまあ強いて言ったら、うん、まあでも中継ぎもヒギンスとディクソンで、まあ、ディクソンもたまにやらかすけど、はい、だから中継ぎがちょっと薄めかな。あのチーム防御率はまあでも他のチームとそこまで変わってないんだよな。だって山本山岡でグッズされてるから、はい、あ、だからその他がっていうことですね。そうそうそう、だからそこに続くのがね、うん、そう3枚に続くのが、まあ、なかなかいないっていうところで、まあ、麻酔をね先発に回したりとかしてるけども、はい、ね、うん、だからあとアルバース、はい、3勝7敗、まあ、山あり谷ありだからね、はい、オリックスの全体 の、はい、あの評価としてはドラフトね、はい、戦力分析いるっちゃいるけどいないっちゃいないどっちですか。これなんだよ、はい、うん、だからね、あの、まあ、投手にしても、はい、じゃ山崎幸也とか、うん、まあ、いい時もあるし、はい、でアルバース、うん、まあ、いい時もあるし増井、うん、で山本山岡、うん、で田島、うん、まあいるっちゃいるけど、まあ、それ以外に、それ以外っていうか山本山岡田島以外に、まあ、それいるに入る、まあ、いないっちゃいないね、なるとあ、だから、まあ、いるけど安定感がそこまでっていう感じですか。そう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 、で、ね、中継ぎもヒギンス、ディクソンにつなげるところが、まあ、斎藤とか、はい、防御率 5.09、うん、山田防御率 4.36、うん、漆原 3.68、うん、吉田が 2.74、はい、いいところ で一瞬輝きを光った鈴木が 7.50、うん、で長役 3.78、はい、で先ほど言った村西がまあ4試合登板でしょ、うん、で荒西が28試合で 4.60、はい、で吉田和正21試合で 3.51、うん、まあいるっちゃいるけどいないっちゃいないな、うん、ずば抜けてる人がっていう感じ。そうそう、だからそれに続く人たちが、うん、やっぱちょっと薄いのよね、はい、でも名前だけ見たらまあいるっちゃいるけどみたいな、うん、だどこを補強するのが一番いいんですか、うん、難しいですね。でもちょっと野手もね、はい、あの吉田正尚が、はい、孤軍奮闘で3割5分4厘と、うん、すごい頑張ってるけども、はい、うん、じゃそれに続くのか、うん、みたいな、はい、まあ、伏見もね終盤2割8分6厘と打撃で貢献してる、うん、足立が2割9分5厘、はい、西野が2割6分3厘、うん、だジョーンズもやロドリゲスのこの外国人がもうちょっと頑張んないとねっていう、うん、で佐野2割7分6厘盗塁16個で太田2割5分9厘ホームラン3本、福田2割6分7厘で、あと大下選手とか、はい、杉本選手とか、うん、っていうところで、うん、まあ、いる
ちゃいるけど結局いないんでしょみたいな感じになるわけよ。はい、だからこの全体的な人と この間が空きすぎ、うん、だからねオリックスはね、はい、今年のドラフトはこの選手です、はい、今回のドラフトで一番いい選手です、うん、どういうこと？あ、なるほど、もう一番って言われてる人を取りに行けと。あ、もう一番ってやつ取りに行こうっていう、はい、もうこのポジションとかじゃなくて、うん、もう一番いいやつ取ろう、はい、それがいいと思う。どっか そのポジションをめちゃくちゃ良くするっていう。だからそう、うん、だからもう一番だからもう早川選手とか、はい、じゃ近代の佐藤君とか、うん、すぐ使えそうな人、もう超即戦力系ですね、を、うん、行こう、はい、もうそれしかないと思う。もうそれが一番いいと思う。そうですね、なんかどっかのポジションとか、うん、まあ、だってもう全部になっちゃうから、はい、このいるっちゃいるけどいないっちゃいないっていうのは全ポジションになっちゃうわけ。難しいですもんね、うん、だからもう一番いいの行こう、はい、なんとかで、あとはもういないとか育てよう。でもまあいないのの筆頭はサード、あとは外野一つ、はい、外野な、でも全部なのさ、はい、そう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 どっちつかずだからどこもっていう感じ。そうそうそう、だからいるっちゃいるよ、うん、ショートとかでも足立とか、はい、あと西浦とか西野とか、うん、大城とか、はい、でいいですかっていう。でも皆さんが頑張ればそれも全球だよ。あ、確かにそうですねそう、頑張るのはどこの球団もそうだ、うん、あのコメント欄でそういうの書いてくれてる人いるんだけど、はい、もうそう言っちゃ、はい、あのこれもいるしなって、もうそれ全球団なのさ、うん、そうですね、うん、でも俺はもう最低でも2年3年継続して活躍したやつだけしか信じないわけ、はい、こう行く人いるから、うん、だからそれを考えるとオリックスは少ないわけ。いい選手もう欲しいやつだろ、はい、一番いいのもうドラフト1位は、はい、それが一番いいと思う。だ田島も今年初めて多分来て東京から行くのかな、はい、うん、一番怖いのは来年投げれますかっていうね。おー、ここ最近のピッチャーって1年間投げたら次の日痛いとか投げなかったり、その続けてなかなかできないやつがいないか ら、はい、だからそういったところも不安あるね、うんうんうん、だからもう一番いいやつオリックスは、はい、俺それが一番いいと思う。そうですね、まあ、みんな一番いいとこ行くと思うんですけどね、うん、まあ、未来に向けてというよりはすぐ使える、うん、そう、すぐ使える、ピッチャーにしても野手にしてももうすぐ今すぐ使える、うん、一番いいと思う選手を行った方がいいと思う、はい、なんかここのポジションだけ薄いっていうのがないから、うん、全体的にやっぱり足りないから、はいはい、で今いる選手も競わせるっていう、そうそうそう、うん、もうしかないね、はい、ここ穴埋めていこうじゃない、うん、全体的に、はい、だからもうオリックスのドラフト1位は今年、はい、一番いい選手を取れです、はい。